反トランプ同盟。投票してくれればアメリカをもう一度素晴らしい国にすると約束します。トランプ氏は大統領選の指名争いで共和党の最有力候補です。今のところ最も多くの大議員を獲得し先頭を走っています。それでも過半数獲得に必要な1237人にはまだ足りません。反対派はトランプ氏が候補になれば民主党に勝ちを譲るようなものだといいます。そこでクルーズ氏とケイシック氏が対抗するために手を組みました。クルーズ氏はオレゴン州とニューメキシコ州で選挙運動を減らすとしています。一方ケイシック氏はクルーズ氏にインディアナ州を譲るとしています。トランプ氏は怒っています。トランプ氏のツイートです。私が共和党候補に指名されないように嘘つきテッドとケイシックが共謀するとさっき発表があった。必死だな。それでも挑戦的です。嘘つきテッドとケイシックは数字的に終わっているし全く絶望的だ。彼らへの献金者や特別利益団体は喜んでいない。みっともない。この反トランプ運動は手遅れなのでしょうか。